ハロー、フォトラバーズ。新垣さんと辰巳さんが浅草の街を見る、撮る、歩く。続いてやってきたのは浅草寺です。おお、光がいいじゃない、こう斜めに。空が綺麗だ。あ、撮りたい、これ撮りたい。これの、あ、入ってください。これで終わり。そんな辰巳さんを刺激したのは公園本通り、通称ホッピー通りです。通りの左右には16軒もの大衆酒場が立ち並び、その多くがお昼から営業しています。お酒好きにはたまらない場所ですね。よいしょ。何飲む？え、飲むんですか？飲むんだよ、もう。マジっすか？コーヒーとビールってどっちなんですか？それ難しいんだよね。ちょっとレクチャーしてくれる？コーヒーとビールとどう違う？どう違う？コーヒーはあのノンアルコール。そこに焼酎と入れて混ぜて、まあ、ビールテイスト。いわゆる焼酎が得意だろ。飲めなくはない。飲めなくはないって相当飲むじゃないかよ。コピー行くかじゃ。2人が入ったのは岡本さん。実はホッピー通りで一番古いお店。名物はこちら。創業当時からの味を受け継ぐもつ煮込み600円。あー、美味しそう。でね、乾杯。乾杯。なんかつまみ食い番組みたいな。そうだな。いただきます。何食った？最初。もう通れたみたいな感じで終わってさささっていくじゃない。いや。取れてないんだけどね。あの長居は無用っていうのあるじゃない、はい、長くいたからさ、こねくり回してもいいのが取れるとは限らないから、うん、あ、もうこれ以上押してもダメだっていう時あるじゃない。それは男女関係と同じよ。そうなんですか。これ以上押しても無理っていう時にさ、はい、言ってもさ、大体ダメになるケースが多いからさ、はい、だって言って反応がなさそうだったらすぐ次行く。女山ほどいらみたいな感じでさ、次行く。なるほど。で、ボーイフレンドはどうなんだよ。どういうタイプなの。タイプないですよ。生意気なんだよ。人撮るときは辰巳さんが声をかけてくれてるときに後ろから撮ってるんで。そうだよ。俺を踏み台にしてる。踏み台にはしてる。どこに。そう言われれば確かに辰巳さんがまず出会った人に話しかけ、新垣さんはいつもその横で撮影していました。でもこの話しかけることが相手から自然な表情を引き出すテクニックなんです。
やったね。え、お父さん努力したね。はい、やりました。でもそういう方は自然にと取れるじゃん。声かけてわってやってる時に横からの方が。だから本当はさ、彼女がやってくれた方がやりいいわけよ俺は。美味しいとこは全部持ってった今日。俺カスばっかり。え、そうでもないけど。でも結構面白かったね。そこで今度は辰樹さんを置いて新垣さんが一人で撮影に。行っといて。行ってきます。はい。食べる。すいません、ちょっとごめんなさい、お邪魔してます。お邪魔してます。辰樹さんはとりあえずお酒の続き。新垣さん、早速カメラを向けますが、なんで逃げちゃったよ。あ、どうぞどうぞ。すいません。ならば今度はちょっと遠くから撮影。さらに歩いていると、いろんな人がいます。いいですか？じゃあちょっとパース入れてください。え、ここここすごい。あ、わかりました。ちょっと、もうちょっとしますか。かわいい。はい、撮りまーす。どんな感じ？これいいと。いい感じですか？いい感じです。ありがとうございます。拍手してください。ありがとうございます。さすが有名人、みんなから撮って撮ってと言われるものの、自然な表情を撮影するのは意外に難しそう。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。そして撮影を始めて10分。あ、写真撮ってもいいですか？やだ。ちょっと勇気を出して声をかけます。はい、撮りまーす。なんかお旅行ですか？今日スカイツリーに来ました。スカイツリーに来ました。あれ、東京の方ですか？群馬県です。群馬県から来たんですか？はい。お二人で。はい。いいですね。可愛いかと思いましたね。ちょっとシャツが。そうです。南国気分です。楽しんでくださいね。はい、どうも。お邪魔しました。なんか、人見知りですってなんかおっしゃったんで。本当に知らない人には話しかけられるんです。あ、本当に知らないから。あと、みんながわーって来てくれれば全然いいです。あ、来た。なんか人増えてるんですけど。ラキ、撮ったやつをチェックするぞ。はい。あれ、なんか人増えてません？え、面白い。知らない人が。何？お、かわいいね。ドキドキだった。うん。店を売ってくれと言われる。どこでも大歓迎だね。どうだい。でもよ、これ全部これだな。もう全部これ、あの、はい、撮りますって言っちゃうんで。言っちゃうの。で、これはやめてくださいって言うよ。でもこれはいいんじゃないですか。でも、いい。あ、乗ってる人ね。いいやろ、うん、やった。なかなか散歩させたらこんなもんだよ。あと1時間ぐらい散歩させたらすごいよ。明るいうちからみんな楽しそうで、うんうん、ね、はい、ウェルカムな空気が。全然でも違和感なかったでしょ。結構ふわっと入っていきましたね。ね、一緒に飲もうよなんて言われて危うく。言われてね。やっぱそこの辺のアイドルになっちゃいそうだね。いや、大したもんですよ。そういう知らない人とパッとこう接触できる。ね、そういうの大事だったりするんですか？大事でしょう。これまだ普通だったら殴られちゃうよ。そこはほら上手にうまくやってるわけだから。うん、ね。でも
も野放し最初ちょっとどうしようと思いました野放し全然違うなと思いました。前にたつきさんがいるのといないのと。あ、でも2つ経験したからね、はい、いや本気でやってくれたらすごいね、うん、ね